いや、オプーだよ。はい、今日もイフトやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、今日の企画なんですけど、こちらのナショナルチームセレクション、インドネシア、マレーシア、タイの選手それぞれ無料分3回ずつ引いたんですけど、はい、ご覧の通り、こんな感じで全9選手取ってスタメンにとりあえず入れてみました。で、正直自分のその知ってる選手っていうのがまあほぼいなくて、タイの唯一あげるならばカナティップ選手が唯一知ってる選手ぐらいだったんですけど、ざっと取った選手の名前見て、あ、こんな選手いるんだなみたいなの見てってたら、一人だけ自分知ってる、ちょっと聞いたことある選手がいて、それがこのティーラシン・デエンダー選手。なんで聞いたことあるのかなって調べた時に、過去に広島清水にいた選手っていうのが分かりました。あ、だから聞いたことあったんだなって。で、ざっと能力見ていくんですけど、まあ、このキック力とか、まあ、決定力高めなのかなっていう感じですかね。まあ、プレイスタイル的に、まあ、本当に典型的なボックスストライカーっていう感じの選手ですかね。使えるスキルとしてはヘッダーワンシュー持ってるのがいいのかなって感じですかね。で、スパサブで後半から出してみたいな感じですかね。はい、まあ、この中から使える選手どんどんピックアップでして、まあ、1人か2人ガチスカに入れられたらいいなと思ってます。はい、では早速このディビジョン戦やっていきたいと思います。もう全然ね、対人戦やってない中でやってきてるんで、ちょっとねどうなるか不安なんですけど、早速やっていきたいと思います。はい、では早速ね、対戦よろしくお願いします。よし、バルセロナ、ディビジョン6じゃん。はい、調子見ていきましょう。うん、悪くない、大丈夫だ、大丈夫、大丈夫、やっていくぞ。アジア人の誇りを見せてやろうと思います。相手の選手見るの忘れてたな。よし、キックオフ。この試合の中でね、相手の選手を見極めつつね、やっていこう。さあ、プレスかけて、ですね、こう引いて引いて引いて守るよ。ドン引き、ドン引きスタイル。おお、そこそこさ、そちょっと待って、落とせちゃいかんよ。クリアクリア。もう早速大ピンチ。今んとこ押し込まれてるけど、その分カウンターしやすくなるからね。我慢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 が、まあ、うん、引いて引いて、奪います。一回大きく蹴ろう蹴ろう。あー、全然届かない、マジか、届かない。ここサイド、あー、オフサイ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 、計算済みだよ、計算済みだよ。ゴー、うわ、そっから出される。うっ、ぶっ、ぶー。いやー、なかなかね、このレベルも上げてない状態でね、このどれくらいできるかってとこなんです。ゲット、おお、ナイスキーパーナイスキーパー。ドッジボールだね。ここからカウンター早いですよ。カウンター早いですよ。遅いね。どっかで奪いたいね。焦っちゃいけないけど、おお、めっちゃサイド使われる。オッケー、ナイス。ファイブバックだから守備がすこぶる高い。その代わりカウンターがね、人数かけられないのが弱みではありますけど、ここ前向いて、ダブルと、じゃあできない。デヨングへ、あ、まずいまずいまずい、止めてきた。うーわ、バルセロナ、うーわ、やっぱ決められるか。あ、でもね、まだ1点差1点差落ち着いて決めてきましたよね。いけるよ。あー、そこ走ってほしかったな。ティーラトン、ティーラシン、ごめんなさい、オメンツじゃきついのかなってみんな思ってるかもしれないですけど、それを覆せるように頑張りたい。はい、で、まあ、この時間帯はこう落ち着いてはっきりさせないといけないですよね。まあ、それによって後半の立ち上がりのプランも変わってますからね。はい、いけるか。ああ、てか、そこは打たないって。ああ、惜しかったな、めっちゃ惜しかった。いや焦ったな。ここなるほど、 1-0 ですね。いや、でもここで抑えられてるのでか、ここまでチーム差が出てるのに抑えられてるのは本当にでかいよ。シュートゼロか。でも相手は攻めづらそう。こっち5バックだからね、攻めづらそう。さあ、後半では引き続き一回サイド出してダブルタッチしないんだ。
リードはされてますけども十分時間があるので一回なかったですね、見てペースを掴みたいですね。この後半最初の時間帯は引いてフレンキーデヨング、この試合アシストを記録しています。素早いパスです、攻め上がっていきます。上げさせねえ、くるよ。ここはディフェンスの対応、対応します。いやー展開始まりましたね。ないか、サイド出して、さあ左サイドへ、サイドリターンを受ける、クロス上げる、ヘッド、うわっ、うばっちゃう、事故れ、これを繰り返せば安全運転。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。よく見てんな、バルサだな。ここチャンスを大事にしたいところですね。特にカウンターのチャンスを逃さないようにしたいですね。ここ通すとダメよと呼んでいた。ああ、オフサイドね。オフサイドです。我慢の時間しかないな。あ、自動交代にしてるな。裏走ってる。柔らかいボール。ここはカットします。サイドに逃がしたいよ。ベースを使う。こってる。うわ。来た。追加点。やっぱりチーム差プラス。これで2点差。この自分のプレースキルだから逆転は難しいのか。ゴールが生まれました。いやー厳しいね。あ、奪った。でもこれ待って、勝手に交代したアジア人じゃない。惜しい。結局海外の助っ人選手が強くなってしまうのか。まあさすがルイだよ。いやちょっと待って、それよくない。風見ろ。うわ、そこカットする、瞬発するよ。反射神経すごない。あ、やばい。おー、危ねえ。ナイスプレー。試合終了。2対0。きっちー。今のところ目立った選手はいません。これは完全に自分のプレースキルの問題です。評価点見ていこう。お別れの時間となります。唯一高いのはビッティワットスクジットタンマくんと、さっき紹介したティーラシンデンダー選手 6.0、 あとインシーね 6.0。 うわー、いやー、こればっかりはチーム力の差とプレースキルの差が出たな。だけど負けないぜ。ここでジャイキリを起こすのが真の実況者ってもんじゃないの。やっていくぜ、マティスタユナイテッド。よろしくお願いします。調子どう。おっと、センターバック陣が2人やばいね。よくないね。相手見ていこうか。ドン。あさあ、よろしくお願いします。やっていきましょう。ここは絶対負けないぜ。でも、作戦はさっきと一緒。引いて守って、カウンター。よし、キックオフ。やっていくぜ。あれ？ハーランドいいね。人数は7万5000を超えますが、どうも数多くのサポーターとして疲れています。このシアターをドリームしての勝利、サポーター裏走ってもいいんじゃない？何よりの願いでしょう。おお、ファールだよ。おいおいおい。両チームいいコンディションの中、今夜のマッチを迎えます。はい。うっちゃ。うわ、ない。いや、いいよいいよ。引いて守る。カウンター狙うよ。オッケー。前出して。前、スルーパスじゃなくてよかったね。今普通に足元出してよかった。おっと、来た。で、サイド、お、来た。すー。岡崎選手。いやー、これはラッキーな形だね。あ、いいスタートだ。いいスタート。よし。オッケー、出させない。いいね。さあ一気にカウンター。サイド、届かないか。おっ、うまっちゃう。さっきみたいに、あ、ダメか。一回立て出して、裏、狙いはいいはず、狙いはいいはずだ。これはつながりません。
そこなんで。クリスティアーノ・ロナウド。あ、まずい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 。うん、あ、オフサイ、オフサイ、オフサイ。あぶねえ。あぶねえ。いや、残念ですけどもね。いや、面白い展開だよね。これは積極的なチェック。これは危険なプレーのようにも取れましたが、ファイト。あ、今裏取ってたね。うわ、惜しかった。このボールはカットされます。裏取った。うー、ナイス、惜しい、惜しい、惜しい。今よく見てた、俺。いいパーファインセーブでしたね。今よく見てた、マジで。次決めよう、決めよう。キーパー出てるな。ここはここは、そしてインパクト。うー、ファールじゃない、ファールじゃない。ちょっと、うわ、これ気をつけよう、気をつけよう。相手はハーランドよ、相手はハーランドいるよ、ヒールよ。バカめ、やっぱバカめ、バカめ。立ちはだかる。注意に終わりました。What？ いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択。あ、やばいなこれ。やばいぜこれ。これはいい位置です。だってやばい、やばい、やばい、やばいよ、やばいよ。ここで追いつけると大きいですよね。狙わす。おお、危ねえ。よし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 。まだ勝利の女神はこっち側に来てるよ。もうしのいで、しのいで、こう、こう、落ち着くよ、落ち着くよ。これはオフサイドです。相手オフサイド多いね。よしよしよし。狙い通り、狙い通り。ここは裏取ってるから、あ、そっちじゃない。右出したかったな。いや、でも、うん、あ、ちゃ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 。ここは。いや、いいよ、一回当たり行こう、当たり行こう、当たり行こう。いや、それはダメだ、ダメだ、ダメ。オフサイドですね。オフサイド多いね。はい。あ、いいよ、サイド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 出して中に入れて、この位置で受ける。はい、打たせなあ、ダメか。よし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 。で、ここは絶対にハーランドに出させ、お、うわ、そっから打ってくる。さすがクリロナ。よし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 。いや、まさかの、誰が予想したこの結果。しっかり守ってからの早い攻撃っていうのはうまく決まりましたよね。よし、ここからまたね、あのカウンターを。マンチェスターユナイテッド対ウィルス。ああ、だ、もったいない、もったいないお化け。ここはつながりません。で、サイド切られてるから。で、裏。柔らかいボール、ここで収まる。いけ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 。うわ、ダメか。うわ、ベンラッティからホーランド。んー、ここ中、頭だ。くねー、シュートを狙いましたが、ボールは惜しくも枠の外。危ねー。いや、時間が長く感じる。早く終わってくんねえかな。うわ、立て立て立て。いや、いや、これは大丈夫、これは大丈夫だ。キャッチしてほしいな。何本打たれてる、やばくね。何本打たれてるよ。ここにいたまずい。大丈夫大丈夫、これ大丈夫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 。オブじゃな。うわー、マジかー、もったいねー、もったいねーなー。いやー、いいですよねー、もったいねー、悔しい。いい位置でシュート打てましたよね。だが、それでいい。スコールズ、スコールズからクリスティアーノ・ロナウド。うわ、待って、これはダメだ。このクリアはね、弱いよ。相手もね、クロスバレバレなんだよ。おい、はい、これはね、あつと、これ今ね、悪い時間帯続いてるね。出せない。いや、さっきもコーナーのこぼれ球から決められたから、ここしのいで。コーナーって一番カウンターのチャンスなんよ。負けないよ、負けないよ。そうだね、相手高い選手ばっかりだから、ここはね、負けない、負けない。
クリア、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 ロナウド、よし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 、まあとりあえず大きくボーンって蹴ってセカンドボール拾おうね。セカンドボール、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 ダメ。さあホーランド、うわ、いや飛び出ちゃった、飛び出ちゃった、ダメ、飛び出ちゃった、ダメ、飛び出ちゃった、ダメ。チャンスになる。なにこれ、なにこれ。あ、いや油断、油断、油断、油断ダメ、油断ダメよ、油断ダメ、油断ダメ、絶対時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。ここはつながりますね。なななななな、今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね。あ、これ打っちゃったらダメか。投げたいですよね、ポーランドへ。ここ、いや、それは良くない。おぶね、もうさ、ここさ、まず逃げ切ろうぜ。いや、いい反応でしたね、北澤さん。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。で、ワン、ツー、塩、オッケー。クリスティアノ、来た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 。うわ、強いな。ここは読んでいました。いやでもよく頑張った。いや、よくこのメンツで、あ、この相手でよく抑えた。評価点 7.5、 岡崎選手、おお、素晴らしい素晴らしい。ただこれ気づいたことがあるんだけど、活躍したの日本人じゃね。日本最高。